皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2016年の11月の21日ですね。月曜日、時間が午後8時14分ということで、比較的、早めに放送開始できました。昨日は午後2時からの週刊レポートは全然問題なく、終わったんですけど、一つは夜7時からの予定のですね、英日語放送の原稿作りが非常に手間取りまして、10時頃になっちゃったと。で、ようやく10時頃放送開始しましたら、音声が全然届かないという皆さんの声で、3回ぐらい、やり直したんですけど、結局ダメで、もう諦めると。ということで、今日はもう諦めますということで、連絡したんですけど、4回目ですね、ちょっとやってみようかと言ったら、音声が回復してたということで、何なんだということで、大変な思いして皆さんに、夜遅くまでですね、終わったのが11時過ぎだと思うんですけど、ということで、昨日は大変な思いで、皆さんにご迷惑をおかけしたということですね。時々このワイワイニュースライブで、ノートパソコンでやってるんですけど、音声が届かないと、聞こえないということが起こるんですけど、この原因がよくわかんないですね。謀略っていうか、妨害工作でやられてるのか、あるいはテクニック的な問題で、こうなっちゃうのかっていうのはちょっとわかんないんですけど、おそらくテクニック的な問題だと思うんですよね。ということで、今日は音声が問題なく、皆さんに聞こえてると思いますので、今日月曜日ですね、放送を、比較的早めに放送開始できましたので、よろしくお願いします。ということで、今日の最初の取り上げるテーマは、昨日からですね、始めました第37回ワイワイニュースネット世論調査の中間報告ということで、テーマはですね、この15年間、世界中で戦争とテロと貧富の差が急激に拡大しているが、この原因はをあなたはどのように思われますかというテーマなんですね。で、1、ある支配勢力がある目的のために意図的に起こしているんだと。2番目、戦争とテロと貧富の差は別々に生じ、それぞれ原因は異なっているんだという1か2、どちらでしょうということなんですけど、現時点での回答者数全部で38名ですね。ツイッターが37名、E メールが1人ということで、97%の方が1番、ある支配勢力がある目的のために意図的に引き起こしてるんだという答えをくれてます。そして2番目の戦争とテロと貧富の差は別々に生じ、それぞれ原因は異なってるんだという答えをされた方が3%ってことは約1名ですね。38人中1名が2番で、37名が1番ということで、圧倒的多数の方がある勢力が意図的にやってんだと、目的のために意図的に起こしてんだということというふうに捉えてるということですね。ということで、この世論調査したあさって水曜日午後3時半まで、やってますんで、ぜひ多くの方に意見をお寄せいただきたいということで、ここに、アップしますね。マイナス30。
これですね、テーマですね。それと1と2ですね。これですね。そして、回答方法です。これですね、ということです。ということです。それと今日のブログ記事ってことで、昨日の夜放送した英日語放送のメインテーマですね、これをかなり、解説訂正した日本語のブログをまとめ、ブログ記事にまとめたんですね。それを今日新しく取り上げるということで、題名がですね、トランプの大統領当選は無効だと。で、獲得票数で20万票少ないトランプが獲得選挙人制度、選挙人人数、選挙人数ではクリントンに圧勝した認識だと。こういうことで、これ非常に大事なテーマだと思いますので、ぜひ皆さん手分けしてですね、情報拡散していただきたいという意味で今日のブログ記事、取り上げたんですね。これですね。で、これ読みますね。米国民はサンダースのような革命を起こせる本物の大統領を選ぶべきだったんだと。トランプ候補は現役 FBI 長官による世論誘導目的のリーク謀略と選挙人総取り制というインチキ選挙制度によって当選したんだと。こういうことですね。で、画像が、これ取り上げて、ましたけど、このコミーという FBI の長官、現役ですね。彼が 10月28日、まさに謀略だと思うんですけど、リーク謀略を仕組んだということで、彼はオバマが2013年に FBI 長官に任命したんですね。で、元は共産党員ということで、今も隠れ共産党員、トランプ支持派だと、こういう工作員だと思うんですね。で、ブッシュ政権時の司法副長官だと。だからブッシュのあのネオコンファシストの侵略戦争に加担した戦争犯罪なんですよ。それが何事もなかったかのように、オバマ政権の中の FBI 長官に、抜擢されたというのは一体何なんだと。そして、連邦検事時代クリントン夫妻の献金疑惑を捜査したということで、もう因縁のあるクリントンにとっては、旧敵というか、不愉快な存在なんですよね。それがなぜ FBI の長官に任命され、オバマによって。それでこともあろうか、大統領選挙の投票日の11日前です。10月28日に彼がですね、いわゆる議会に対して書簡を送ったと。そして、ヒラリー・クリントン氏の私的メール疑惑に関して新たなメールが発見されたので再捜査を開始するという手紙を議会に送ったということを彼はリークしたんですね、記者会見でわざと。で、そのことに対して、
FBI っていうのはアメリカの司法省の下に入ってますんで、司法長官っていうのは、まあ、上司なんですけど、司法長官のやめろという命令を無視して彼はこの情報をリークした。で、たちまちのうちに、大手マスコミおよび、ネットですね、 SNS、ソーシャルネットネットワーク、E メールとか、Twitter とかですね、あるいは Facebook とか等々のさまざまなインターネットの媒体によってたちまちのうちに、全国民の方に知れ渡った。それプラスアメリカの大統領選挙に合わせて上院と下院の選挙も同時に行われるということで、当然ながらこの反クリントンのリーク謀略情報を各選挙区で共和党の運動員が当然ながら利用するということなんですね。そして結果どうなったかということですね。結果はですね、その当日10月28日からすでにもうその効果が現れちゃったということなんですね。あれ、ということで、その表をですね、私はリストに作ったんですけど、この表のあれが昨日取り上げたと思うんですけど出てこないということで、まあ、今説明しますけど、10月の27日前日ですね、リーク謀略が行われる27日、このブログ記事にはこのリスト表が入って、掲載されてますけど、10月の27日、この両者のいわゆる世論調査による毎日ですね、世論調査をしてたんですね。 AFP 日本語版のサイトにはそのグラフとから具体的によくできたやつで、下の方にカーソルを当てるとその日の両者の支持率何パーセントというのが出るんですね。そして差も出るんですね。で、10月27日両者の差、クリントンが 45.6% 支持率、トランプが 40.4%、 5.2% だったんですけど、10月28日にはですね、クリントンが 44.9% が 0.7% 下がっちゃった。で、逆にトランプは 0.6% 上がったんですね。結果その差が前日は 5.2% だったんですけど 3.9% まで縮んじゃったということで、それ以降この統計調査が出てる前日ですね、11月の7日ですね、11月8日が大統領の選挙の当日ですから、投票日ですから、11月の7日までずっと毎日の世論調査による支持率が出てるんですけど、ずっと下がってるんですよ。 10月28日が 3.90 の差だったんですけど、翌日10月29日が 3.8、 30日が 3.40、 31日が 2.90、 11月1日が 2.6、 2日が 2.2、 3日が 2.3、 4日も 2.3、 5日も 2.3、 6日が 2.7、そして11月7日投票日の前日 2.40 までなったんですね。これは一体何なのかということですよね。で、特にこの時期はトランプに対して彼の過去のセクハラ疑惑が糾弾されている時で、女性被害を訴えた女性が10人以上顔出しして実名を出してトランプのセクハラを糾弾してたんですね。ですから彼の支持率が上がるってことは到底考えられないですね。ですから両者の両候補の支持率が
このように10月28日以降縮まっちゃったというのはの唯一の理由がこのコミン FBI 長官によるリーグ暴力の結果なんですね。このことを具体的にこういう証拠を示して、批判している人っていうのは誰もいないということだと思うんですね。それプラスですね、この逆転劇を成功させたもう一つの仕組みっていうのが、いわゆる謀略を受けて、選挙人の獲得数でアメリカの大統領は選ばれるんですよね。全米50州プラスワシントン DC で、全部で538人の選挙人といういわゆる、上院と下院の議員数と全く同じ人数が各州に割り当てられてるんですね。それで、その半数の290の選挙人を獲得した大統領候補が当選するというとんでもない、間接選挙なんですね。で、毎回言ってますようにアメリカの大統領選挙っていうのは240年前の13州で独立してその当時、全員と有権者が集まるとあるいは通信するということが物理的にできなかったために各州で、選挙人をまず選んでその選挙人が大統領を選ぶという間接選挙を、取らざるを得なかったというのは、当時の事情だと思うんですけど240年経った今インターネットあるいは交通手段等々がこれほど発達しているにもかかわらず相変わらず間接選挙制度を複雑より複雑にして、行っているということが最大の問題なんですね。で特にその中でもひどいのが選挙人538人の選挙人各州選挙区に割り振られてるんですけど50州のうち48州はですね、選挙人を選挙人が一人でも多く取った大統領候補が総取りをすると。ですから例えばフロリダでは39人の選挙人がいるんですけどフロリダとかテキサスという代表連のところは伝統的に保守層が強いということで共和党が勝ってるんですね。で共和党のトランプが例えばフロリダあるいはテキサスで勝つとすると39人全員をトランプが取っちゃうとテキサスだと28人全員の選挙人をトランプが取っちゃうということで、最後は実際は 0.2% 20万人まで、の差に縮まっちゃったんですけど最後までトランプが総得票数ではクリントンには20万票の差で負けてるんですよね。でも伝統的に、強いフロリダあるいはテキサス等の代表殿では彼が勝ってるんです。そうするとこのインチキな選挙人総取り制というとんでもない制度によってトランプが勝っちゃうということなんですね。ですから最終的には選挙人の数っていうのはトランプが306名かな、ヒラリー・クリントンが236で圧勝しちゃったんですよ。ちょっと待ってください。306対232になっちゃったんですよ。だって総獲得票数ではヒラリー・クリントンの方が20万票多いんですよ。それがこの全くのインチキなデタラメな選挙人総動員制度というとんでもない制度によって逆転しちゃって選挙人の数ではトランプが306人
ヒラリー・クリントンは232でトランプが圧勝しちゃったと。それで大統領に当選するというからくりになっちゃったんですね。こんな制度によってトランプが、次期大統領になるというのは全く受け入れられないでしょ。トランプの大統領当選というのは当然なら無効でしょ。どう考えたって。なんでこのことに対してアメリカ国民有権者は徹底的に戦わないのかと。まあ今全米で、トランプは私の大統領じゃないという抗議運動、抗議活動が全国的に行われていますけど、これをもっともっとですね、トランプは謀略と、それからインチキな選挙人総取り制度というインチキな選挙制度によって、不公平なシステムによって当選したということで無効だと、やめろと、あるいは大統領に就任する資格ないんだとこういうことを声をますます上げるべきだですよね。で、最初言いましたように今回のアメリカ大統領選挙で米国民はサンダースのような革命を起こす本物の大統領を選ぶべきだったんですよ。で、トランプ共和党が謀略とインチキな選挙制度によって、トランプを次期アメリカ大統領に、当選させたということは単にアメリカ国民のだけでなくて全世界の一般庶民の命と生活が全面破壊されると、今でも全面破壊されつつある、それを一段と全面破壊させるようなファシスト、極右差別主義者、排外主義ファシストを、トランプというとんでもないやつ、気違いをアメリカ大統領に選んだということを深く反省すべきなんですね。ということです。青葉ポーラさん、ダラメ選挙はひどい制度と。どこが民主主義だと。民主主義じゃないんですよ。そうなんだね。僕もそう思うの。ひどいトランプだと。放送中、吉行さんですね。私の主張する市民革命とは何かという、今日のメインテーマですね。から今日のブログ記事、トランプの大統領当選は無効と、得票総数で20万票少ないトランプが獲得、選挙人数ではクリントンに圧勝したインチキというようですね。で、砂月さん、コミー FBI 長官はクリントン財団の子会社から給料をもらっていたというコメントがありましたと、ふたまた公約でしょうかという、そうですね、なんでもあるみたいね。オーバーポーラさん、配信ありがとうと。シカゴさん、山崎氏のキャスは一言、コメントは集団嵐本に、会ってから禁止ということですね。ポーラさんのこと言ってるのか。コンティニクエン、ヨシユキさんですね。から、お茶。から、配信ありがとうね。よろしくお願いします。ポーラさん、大変だね。クリムゾン、コンティニクエン。一人認証はどっ僕だけど、女性だよという、女性なんだ。シカゴさん、FBI 長官のダブルスタンダード批判と BBC、クリントン氏、米大統領選で敗北は FBI 長官のせいと。僕は青葉ポーラだよ、よろしくねということですね。から、砂月さん、日本の朝鮮結成も総取り制に近い。当事者以外は指標わずか 25% の得票で過半数を獲得。そうですね、総取り制ですね、日本の小選挙区比例代表制。から近藤さんが37回のワイワイニュースネット世論調査、ここ15年間世界中で戦争と取ると貧富の差が急速に拡大していますが、この原因についてとぜひ、ご意見をお寄せください。 YYC コレスポンダンスさん、お茶ですね。ということです。
砂月さん 97% ある支配勢力が目的のために意図的に起こしたんだと。 3% の人が戦争と解いて貧富の差は別々に生じ原因は異なるんだということですね。シカゴさん、私の主張する市民革命とは何なのかということですね。ということです。ぜひこれはそうか、そうですね、ぜひあの情報拡散していただきたいですね。ファシストがアメリカの大統領か、アメリカに失望したいということです。それでこのブログの中で私が言ってるんですけど、それじゃあクリントンが良かったのかと、トランプがこういう暴落と、とんでもないインチキな選挙制度で、大統領になってそれは無効だと、そしたらクリントンが大統領になるべきなんですかと、クリントンを支持してるんじゃないですかと、こういう、まあ、意見が出てくると思うんですけど、ここでここ文章ですね、ここで誤解がないように言いますが、私はトランプ候補の代わりにクリントン候補が次期大統領になるべきだとは一言も言ってないと。なぜならばトランプ候補もクリントン候補も金権戦争派ファシストの正体は同じだと。で、2人の違いは何かというと、トランプ候補が極右排外主義ファシストの正体をそのまま隠しもせず晒していると。に対してクリントンは民主主義、自由、平等、博愛という米国が掲げる、偽りのオブラートに包んでその正体を隠しているから皆さん気がつかないということなんですね。で、ウィキリークスの創業者ジュリアン・アサンジが意味軸も言ってるんですね。トランプかクリントンかを選ぶのはコレラを選ぶのか倫理を選ぶのかと同じだ、どっちもどっちだということなんですね。で、アメリカ国民はサンダースのような革命を起こす本物の大統領を選ぶべきだったんだということなんですね。で、サンダースがなぜ、民主党の公認候補にならなかったかということで、まあ、昨日もこの間ずっとその原因を話してますけど、それは民主党が特にひどいんですけど、代議員というのを選ぶんですね、まず有権者が。その代議員が民主党でも共和党でも公認候補を選ぶという、これもまた間接選挙なんですね、直接じゃない。で、特に民主党は4000何名いる、代議員の 15%、721人の特別代議員というものに対して特別の特権を与えてるんですね。で、彼らは要するに普通の代議員というのは自分がヒラリーあるいはサンダースを支持するといった場合途中で意見変えられないんですね。でも特別代議員というのは民主党の出身の国会議員とか知事とかあるいは元大統領とかあるいは民主党の幹部とか等々が特別代議に任命されてますんで、彼らの特権として、最後の最後まで、ね、自分が誰を支持しているかということを言う必要なんですね。あれ言ってもどん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 意見を変える権利があるというとんでもない特別な特権を持ってですね、当然ながら民主党の主流派から登場している特別代議というのはヒラリー・クリントン主流派のヒラリー・クリントンをほとんどが支持するわけです。サンダースを支持する人はほとんどいないんですね。だからもともと比較的共和党と比べたら、リベラル派が多い、民主党の中で、今回みたいに、サンダースみたいな社会主義者あるいは社会民主主義のいわゆる異端の候補者が民主党の公認大統領候補に正式に選ばれることを最初から邪魔するためにこのような特別代議員を 15% の割合で
埋め込んでるとこういうことだから、サンダースはあれほど頑張ったんですけど、結局クリントンに負けてですね、公認候補にはならなかったんですね。でもしもですね、サンダースが民主党の公認候補になるなっていたら、トランプのあの排外主義極右ファシストとの一騎打ちになってますんで、トランプが勝ってたんですよ。いうことなんです。だから私はオバマ大統領、そして民主党幹部、そして民主党を支持しているアメリカ国民は致命的なミスを犯したんだと。サンダーズを民主党の公認候補にしていれば、トランプがとんでもない気違いのトランプがアメリカの大統領になることはなかったんですよ。サンダーズが初めての社会民主主義を主張するアメリカの大統領になって、アメリカ国民だけでなくて世界中のいわゆる一般庶民の命と生活を今みたいな全面破壊から救う政策を実現するという可能性が大きかったんですけど、それを潰したんですよね。K さん、明治維新により国際金融勢力の支配下になった日本という理解が必要ですということですね。シカゴさん、必見、右翼左翼も集団主義で、背後は両陣営支援支配と、作家のE・グリフィン、ザ・コレクティビスト・コンスピラシー、集団主義の陰謀ということですね。これはリテラかな。アオバ・ポーラさん、トランプはデッド・アベバ・ウナ・フィティタ・アラ・デモクラチア、これはイタリア語ですかね。土山純一さん、お茶ですね。シカゴさん、両陣営に大金を出した者が支配と。ジュリアン・アサンジュ、トランプがクリントンかを選ぶのは、さっき取り上げましたけど、これらか林業かを選ぶのと同じだと。デモクラシーになって全く正論ですよね。政党に限らず誰でも立候補できるフランスの方式がより民主的。フランスはもう非常に単純明快ですよ。直接選挙ですよ。2回やって、第1回は複数の大統領候補に対して、過半数取れなければ第2回の決選投票で2人に絞って、それで過半数を取った方が大統領になるという、まあ、当然ですよね。今ね、なんでアメリカがより複雑でよくわけのわかんない、間接選挙を240年経った今でもやってるのか。その中でも特別代議員制とか、あるいは選挙人の総取り制とかっていうとんでもないインチキな制度を中に潜ませてるんですね。そのことを誰も問題にしないって一体何なんだということですよね。土山純さん、お茶ですね。6杯とコンティニューコインの2枚ですね。ありがとうございます。欧米では選挙公約は回るべきという原則を日本人は理解できないという。シワス二郎さんですか。ヒラリー・クリントンさんの方がまだマシだねという。いやー、同じですよ。正体。ヒラリー・クリントンは厚化粧で、その正体を隠してるだけなんです。トランプと同じですよ。金権派であり、戦争派であり、新自由主義であり。シカゴさん、新自由主義により知的権力は西側全政府を制御し、TTP、TTIP、キサは巨大資本が国家を支配する仕組みとファシズムの創始者、桜井ジャーナルさんですね。トランプの選挙公約、イメージ、要するに、トランプっていうのは、いわゆるポピュリストですから、大衆受けすることを、まあ、直感で理解して、自分の政策みたいに言うんですけど、だから一貫性がないわけ、自分の主張がないから、結局彼は、金権、お金、利権、特権、
自分の周り、そして、白人のマイノリティをに対するいわゆるポピュリズムというか大衆迎合主義で言ってるんで、一貫性が全然ないんですよね。その場限りで大衆受けするようなことを言ってるだけということで、選挙公約の一貫性は一切ないということなんですね。青葉ポーラさん、僕は日本社会に失望してと、市民革命万歳ということですね。ミヤさん、確かにアルゴアさんとブッシュさんの大統領選挙でも逆転現象で起きた記憶があると。何へそのまま古い制度をしたままなこと、アメリカ政治の特殊性と正当化していいのか難しいです。これは完全に、アメリカ国民が騙されてるってことでしょ。アルゴアの時もあのブッシュよりも総獲得と票数は多かったんですね。でもこの選挙人の総取り制度によって、ブッシュの弟が知事になってるフロリダの開票結果に大いなる疑惑が生じたんですね。で、最終的には両者の、票差が150票差までなったんですよ。で、150票差っていうのは数え直せば逆転する可能性が強いですよね。ですからアルゴアの方は150票差しかないフロリダの選挙結果に対して再度再、集計集票すべきだということで裁判所に訴えたんですね。でフロリダの州の裁判所は再集計を許可したんですよ。でもブッシュ陣営が上告、ブッシュ陣営っていうかそうですね、あるいは戦艦フロリダの戦艦が上告したんですね。で連邦最高裁判所が結局再集計を却下したと。もう完全に向こう側ですからね、共和党側ですから最高裁は。それで結局150票の差で、ブッシュが選ばれて、で彼を大統領にして、9.11 のあのでっち上げ自作自演のアメリカ同時テロを起こさすと、それを口実にして、アフガニスタン、イラク、そして現在まで続くシリア、あるいは中東地域の内戦、侵略戦争まで持っていったということで、そのことの最高裁のいわゆる却下、判決によって、おそらく数百万人の命が失われたというほど重大なことなんですね。日本もファシストが首相だし、そういうことです。だから日本の安倍、自公ファシスト政権、そして、毎日トランプが就任したらトランプのアメリカ共和党政権、ファシスト政権、世界はファシズムの嵐の中に突入しちゃうということですよね。サンダース氏、特別代議制の廃止を求めるという最後の一押しですね。民主党のサンダースが大統領だったと。そうです。砂月さん、今回にからずっと続いてきたから有権者が不干渉になっているのでしょうと。日本の小選挙区も全く同じ、二大政党制はもう限界と。二大政党制自体がもうどっち上げなんですよね。どっちに転んでも同じだということでしょう。でたらめ選挙はひどい制度と。どこが民主主義だ、そういうことです。放送中、私の主張する市民革命とは何かということですね。吉行さん、今日のブログ記事ですね。から砂月さん、コミ FBI 長官はクリントン財団の子会社であるか、さっきもらいました。二山公園、配信ありがとうございます。ということですね。ということで、今日の日本語放送と
ということで、ぜひ皆さん情報拡散をしていただきたいということですね。次ですね。次。固定部分っていうのがあるんですね。これは今日の呼びかけ。一日も早く日本に市民革命政権を樹立するために、樹立するために市民革命派は、全国津々浦々に家族勉強会と草の勉強会を立ち上げようと。そして以下のテーマで自主的に学ぼうと。日本銀行発行の千円札の謎とかですね、米国中央銀行 FRB 発行の1ドル札の謎とか、3つの信用相続権とは何かとか、明治維新と田臥マフィアといったら何かとか、大日本帝国憲法の謎、昭和天皇の戦争犯罪がなぜ免罪免責されたのか、日本国憲法の謎、象徴天皇制と自民党の謎、ユダヤ秘密協定タルムードと改宗ユダヤロシアの国際金融マフィア、あるいは秘密結社イルミナティの謎、革命派市民とは一体何なのか、世界各国での市民革命運動開始と市民革命政権樹立にはどうしたらいいのかと、あるいは呼びかけですね。テレビは情報操作して国民一定の方向に世論誘導する洗脳措置であると。テレビは絶えず雑音騒音を出すことで人間の思考能力を低下させる暴力措置である。全国紙の世論調査は世論誘導調査で数字は捏造されてんだ。電通、共同通信、時事通信はもともと戦前の帝国陸軍情報暴力機関の満州帝国通信社が起源であり、戦後に帰還して現在まで情報暴力機関として機能してんだと。NHK ニュースを見ずに、ワイワイニュースライブを見ようと。全国紙を読まずに、ブログ、杉並会の情報発信を読もうと。だから都会を捨てて、田舎に住もうとかですね。あるいは今日のスローガン、全国民は反ファシスト、統一戦線に結集して、安倍晋三事故、ファシスト政権と極右派生による悪行を完全に粉砕し、市民革命政権を自立しようと。主な悪行、憲法改正の偽名の下での日本国憲法破壊、大日本帝国憲法の差し替え策定、平和破壊と戦争誘導、国民資産横領と貧困拡大、社会的弱者切り捨てと棄民、国民主権売り渡しと米国の完全植民地化、民主主義、主権在民、個人の自由と基本的人権の尊重の破壊とファシズム独裁、国民弾圧と虐殺、そしてワイワイニュース支援組織見る千の会のご案内、そしてワイワイニュース定期購読による財政支援をお願いしますと。この部分が固定部分なんですね。で、毎回毎回これをこう取り上げるとかなりの時間取られるので、取り上げる日と取り上げない日があるということなんですね。で、今日はまあ早口で、一応説明したんです。で、次のコーナーが今日の一言ですね。これ特集として2016年アメリカ米大統領選挙で、1、トランプの大統領当選は無効だと。獲得票数で20万票少ないトランプが獲得選挙人数ではクリントンに圧勝したインチキだ。これは私の言葉ですね。から同じ、今回の米大統領選挙で米国民はサンダースのような革命を起こす本物の大統領を選ぶべきだったんだが、暴力とインチキな選挙制度によって米国のみならず世界の一般庶民の命と生活を全面破壊するとんでもない気違いを大統領に選んでしまったことを深く反省すべきだと。だからトランプもクリントンも金権戦争派ファシストの正体は同じだと。トランプとクリントンの違いは、トランプが極右排外主義ファシストの正体をそのまま晒しているのに対して、クリントンは民主主義、自由、平等、博愛という米国の掲げる偽の理念、オブラートに包んでその正体を隠してるんです。その差だけだと。正体は同じです。で、さっきのウィキリークス創業者ジュリアン・アサンジの言葉、トランプかクリントンかを選ぶのは、これらか隠蔽かを選ぶのと同じだということですね。ということで、次、今日の推薦図書で、これですね。この間ずっと朗読してますけど、アンドリュー・ヒチコック、書ですね。ちょっと待ってください。ロスチャイルド、
これですね、ロスチャイルド冷酷、世界冷酷支配年表、アンドリュー七国著、太田流寛訳ということですね。とりあえず市民革命政府を打ち立てておかないといけないわけだと。そうなんです。ヒラリーもトランプも思想同じだから、同じだと。ヒラリー・クリントンが麻薬、核兵器を含む兵器密売、イスラエル・アイゼンベルグ社と組み、米国の軍事機密であるソフトウェアを中国へと。これ本当だったら、まさに反逆罪で彼女は死刑でしょうね。砂津君さん、アメリカの悪兵、他国に戦争を起こし、武器輸出で儲ける、民主党も共和党も同じと、サンダースもトランプもいたんと。ね、だからアメリカはこのままだともうおしまいだし、貧縮解与と市民革命を起こさなければ変わらない、しかも右翼団体がそれを阻害するという。ね、シカゴさん、クリントン米国務長官と中国、日本国務長官、ヒラリー・クリントンより、ルイネット、中国共産党と人民解放軍がクリントン夫婦に多額の賄賂。すごいね。マシュマロさん、拍手ですか。ありがとうございます。からシカゴさん、IS 支援、グリーンフォルド・ベルギー連続テロのクルーズ・トランプ・クリントンの発言はイスラム国の思うつもり、デモクラシーなの。からジョン・マケイン、イスラム国といつも連絡を取っている。ジョン・マケインが IS を作ったんですよね。ヒラリー・クリントン、私たちがアルカイダを作ったとですね。シューさん、お茶ですね。一言一応コメント、嵐恋があってから禁止です。論理性のあるコメントをお願いしますという青葉ポーラさんに対するあれですね、クレームですね。シカゴさん、リビアをめぐるギャンブル、ヒラリー・クリントンが戦争を後押し、破綻国家づくりに関わった打ちまくとデモクラシーになると、トランプは民主主義に傷を及ぼしたという意味だねと。ミヤミヤさん、間接民主主義を正当性として、これはナシオン主権による代表民意とするなら、文字通り民意に比例したもので、今回の逆転現象や日本など消費者がおかしいと思えないです。あ、おかしいとしか思えないと、そういうことです。イタリアでは悪く教えられているよという。イタリア語なんだ。青葉ポーラさん、K さん、これは読みましたね。ということです。砂津君さん、太田隆氏の言うレプテリアン、冷血人間とは支配階層のことを揶揄してるんじゃないかと最近は考えますということですね。中国共産党が絡んでるということで、これ、今日の朗読ですね。これの第14回目ですよね。1792年から1835年と。戦争の両当事者に資金を提供する、これは非常に難しい漢字書いてるんですね。公約っていうことなんですかね。だから戦争の両当事者に資金を提供するんだということで、1815年、ロスチャイド家の5人兄弟はイングランドの姉さんを通してウェリントン軍にもフランスのヤーコブを通してナポレオン軍にも金を供給するために働いたと。戦争の両陣営に資金を提供するという彼らのやり方はここから始まったと。ロシア時計が戦争を大いに好むのは戦争によってリスクのない巨額の貸し付けが生まれるからであると。リスクがないということは債務が一国の政府によって、すなわちその国の国民の努力によって保障されているためである。戦争ではどちらが負けても問題ないと。戦勝国が敗戦国の債務を引き受けるという保証の下で融資が行えるからだと。この戦争では両陣営に資金を供給するにあたり、ロシア時計はヨーロッパ中に配置した銀行を利用して、秘密の経路と休止による急ぐ休止ですね、使いによる誰もかなわない郵便ネットワークを確立するに至った。急便の運ぶ手紙は、
急便の手によって開封され、詳しい内容がロシア時に報告されたと。それによって彼らは現在の出来事よりも常に一歩先に進むことができたのだ。ロシア領の旧市は互いに経済封鎖を行っていたイギリス・フランス間を唯一通行できる商人だった。この強みを利用してネイサン・マイヤー・ロシア領には常に最新の戦況が届けられ、ネイサンはその情報を利用してその情報に従って株の売買を行ったと。ロシア領家の旧市による旧市にロスバースという男がいたが、この男はワーテルローの戦いでイギリス軍が勝ったことを知るとすぐに海峡を渡り、この知らせをネイサン・マイヤー・ロスチャイルドの元へ届けた。ウェリントン自身の急死よりも丸々24時間も早い到着である。これを聞いたネイサン・マイヤー・ロスチャイルドは証券取引所に入り、使用人全員にコンソル債、今日は公債として知られているを売りに出すよう指示した。ロスチャイルド家は情報では一歩先んでいるという評判だったため、他の投資家たちはイギリスが戦争に負けたんだと思って大当てで売りに走ったと。結果コンソール債は暴落すると、ネイサン・マイヤー・ロスチャイルドはここで密かに使用人に命じて手に入るコンソール債を全て買わせた。実際に戦争に勝ったのはイギリスだという知らせが届くと、コンソール債は開戦以来以上の値に急騰したと。これによってネイサン・マイヤー・ロスチャイルドは投資額に対し約20倍の利益を得たのであった。実際ネイサン・マイヤー・ロスチャイルドはイングランドにいた17年間で当初父親から与えられた2万ポンドを2500倍の5000万ポンドに増やしたと吹聴している。公債コンソル債の所有によってロシア領やナポレオンの敗北により今や世界の金融の中心であることが明白となったイギリスの経済を完全に掌握したと。そしてイギリスはネイサン・マイヤー・ロスチャイルドの支配する新しいイングランド銀行設立を余儀なくさせられたのである。興味深いことに100年後のニューヨークタイムズ紙にネイサン・マイヤー・ロスチャイルドの孫がこのインサイダー取引事件を扱った本の出版差し止めを裁判所に請求したとの記事が掲載されている。ロスチャイルド家はこの本の内容は事実ではなく名誉毀損に当たると主張したが、裁判所はロスチャイルド家の要求を拒否し裁判費用の全額支払いを命じた。1815年に話を戻すと、この年にネイサン・マイヤー・ロスチャイルドは次に有名な発言をしている。イングランドの王座に座って日の没することのなき帝国を統治する海岸など誰でも構わない。イギリスの貨幣供給を掌握する者が大英帝国を支配するのだ。そしてイギリスの貨幣供給を掌握しているのはこの私だ。またロスチャイルド家はイングランド銀行への影響力を行使して国から国へと実際に金を輸送する方法に変わり、ヨーロッパ中に配置した同家の5つの銀行を使って貸借を書類上で処理する今日の金融システムを確立したのである。ロスチャイルド家の時代として知られるようになった19世紀の終わりには、ロスチャイルド家は世界の富の半分以上を動かしていったと推測される。サイモン・ロスチャイルドからネイサン・ロスチャイルドに宛てた1815年2月28日付の書簡には次のように書かれる。我々は時計の部品のようにどの部分も欠けてはならないということですね。ああ、これか。孔子と読むのか。物事の始め。ああ、これ読めなかったんですね。資金提供の孔子って言うんですか、これ。ああ。いやー、勉強になりましたね。シカゴさん。物事の始めなんだ。だから戦争の両当事者に資金提供の行使と。こういうことなんですね。はい。以前、ロシア帰国女子で、言いましたね。元気かなと。最近は全然音沙汰ないですけどね。イタリア帰国子女なんだよね。という、なるほど。いいですね。はっきり意見を言って。ユダヤ・ロシアド世界英国支配年表アンドリシそうですね朗読中いたんだっていう、そうなんですよ。なんとかさんっていう
非常に活発で、面白い意見を言う方がいらっしゃいましたね。シカゴさん、ワーテルローの戦い、英国勝利で、コンソールコースは冒頭に煮込んで、空売りして暴落後購入、ネイサンの逆売りで大儲け、ネイサンロスチャイルということですね。ロスチャイルということです。そして今日のメインテーマですね。私の主張する市民革命とは何かと。で、今日は、何を目指すのかとかですね、革命の主体は誰なのかと。革命なのか改革なのかとか、市民革命か労働者革命かとか、市民革命か共産主義革命なのかと、平和革命か暴力革命なのかと、一国革命か世界革命なのかと、あるいは市民革命政権樹立の具体的な方法をどうするんでしょうと。こういう一つの文章ではなくて、一応テーマに関して、まあ、私の考えを述べるということで、やろうと思うんですね。この市民革命論というのはなかなか大変だと思うんで、一朝一夕では文章化できないんで、その第一段階として、まあ、テーマだけ、掲げて、それに対して、まあ、皆さんの意見等々をぶつけてもらうということで、何を目指すのかというんですね。これは、まあ、私がいつも言ってますように、要するに、世界の支配と搾取の基本的な構造である、一番の支配の根源である3つの信用創造特権を剥奪する。世界各国で。具体的には中央銀行が持っている紙幣発行権を剥奪して国民のために信用創造を使うというふうにして全ての決定権を国会の方に移す。これは2番目は民間銀行が持っている無からお金を作り出す壮大な詐欺システムである信用創造特権を剥奪する。そうすると民間銀行というのはもういらなくなるわけですよね。そして、全ての金融サービスは中央銀行、日銀が自分たちのネットワークで、利子なしで定額の手数料で直接個人、企業、あるいは政府、地方自治体にやるということで、それで済むわけですよ。わざわざ中間の民間銀行あるいは金融機関なんていうのはいらねえよと。だから3つ目は政府の信用創造特権である国債の発行権を剥奪する。国債の発行を禁止するってことですね。なぜかというと政府っていうのは、まあ、財務省が紙切れに印刷して、国債赤字国債とか建設国債とか財投国債とかいくつもの国債を毎年、歴代自民党っていうのは、100兆円ぐらいの国債を発行して、すべて民間銀行、金融機関に、引き受けさせて、彼らに元本の保証と高い利子の支払い保証をして、彼らに利益を保証してきた。その結果、2016年3月31日付で日本の国の借金というのは1080兆円までに重なっちゃったんですね。一人当たり国民850万とかなんで、国民が借金を背負ってんだというふうに大手マスコミ、財務省、政府が自民党が言ってるんですけど、一体これだけの借金を積み重ねるというのは一体何かというと、歴代自民党ですよ。自民党の政治家あるいは金融官僚、日銀、あるいは民間銀行、金融機関の幹部、頭取、そして、赤字国債、あるいは建設国債、財投国債、あるいは短期国債等々で、潤ってきた大企業ですよね。日本の経団連に、結集する大企業。彼らがこれほどの借金を積み重ねたんですから、彼らに支払わされる、支払うことをさせるということで、彼らの責任を徹底的に追及して、弁償させる。で、足んない部分は刑務所に入って一生服
不当張りさせるとこういうことですよね。ですから3つの信用創造特権を剥奪して、国民市民のために、中央銀行の信用創造を発揮させるということによって今までできないと諦めてきた、いわゆるベーシックインカム、国民すべてに、例えば日本では月20万、年240万の最低生活、健康で、文化的な最低生活を保障するミニマムベーシックインカムを保障するということができるわけですよね。ですから信用創造特権を廃止を言わないでベーシックインカムができるというのは全くの、嘘ですよね。それと18歳以下の全ての子どもたちに対して月額5万円、年60万円を全員に支給するとこういうことです。そして、教育費は全部タダにすると。義務教育を中学じゃなくて高校教育まで義務化するということでしょう。で、何を目指すのか。要するに、主権在民、あるいは民主主義、あるいは反戦平和、戦争をなくすと、あるいは個人の自由とか基本的人権を尊重すると、あるいは隣国と平和的に共存するという日本国憲法の理念をそのまま実現するための政治体制、社会体制、経済体制、金融体制に変えていくということですね。ですからそれは革命が必要なんです。改革では無理なんですね。ですから革命か改革かといった場合は革命が今こそ必要なんだということで、まあ、今回のアメリカの大統領選挙ではサンダースが革命を唱えたんですね。それで市民革命か労働者革命かということで、革命の主体は誰かということなんですけど、いわゆる労働者革命というのはマルクス、エンゲルスが唱えた1815年かなんかの共産党宣言で、彼らが言った共産主義革命によってブルジュア人資本家たちが独占している生産手段を労働者革命によって共産主義革命によってプロレタリアートが奪取するんだと。プロレタリアートの独裁によって、ブルジュア人に独占されていた生産手段を解放するんだと。そのことによって、搾取がなくなり平等な社会主義社会ができるんだとこういうことを唱えたのがマルクスの共産党宣言なんですけど、それは全くの嘘なんですね。彼の資本論の中にはなぜか金融論、さっき言った信用創造あるいは信用創造特権を持っているのはどこかということは一切書かれてないんですね。ということは彼がその共産主義革命あるいは労働者革命というのは結局は回収ユダヤ、ロシアの国際金融マフィアが全ての富を独占するために共産主義革命を唱えさせて、いわゆる私有制度を廃止して、それでプロレタリアート独裁ということは革命の主体である共産党のエリート官僚が独裁する、が独占するということで、まあ、ロシア革命というのはほとんどがロシア名を持っているユダヤ人なんですね。ユダヤ人のためにユダヤ人が行った、そしてロシアで国際金融マフィアが財政支援し武器調達をしてロシア革命を裏で操った。それはもう日本の明治維新と全く同じ構図なんですよね。ですからいわゆる社会主義革命、共産主義革命というのは全部失敗しているというのはそういうことなんですよ。市民革命が必要なんですよ。でその市民というのは一体誰かというと利権特権を拒否する普通の、そして現在の支配と搾取の基本的な構造を知っている賢明な戦う市民なんですね。普通の市民なんです。普通の市民が主流派として登場しているということなんですね。
それで市民革命か共産主義革命もあってかというのは、まさにそうですね。共産主義革命というのは、最終的にはユダヤ人の手に、全ての富、財産、権力を握るため の、 あの仕掛け作りなんですね。で、平和革命か暴力革命かということで、あくまでも我々の市民革命というのは、現在の選挙制度によって、目覚めたこの世界各国の支配と搾取の基本構造を理解し、一体誰がそのような支配構造搾取を行っているかというのは分かっている賢明な市民が決起すると、市民革命に決起して、そして、その地域の人たちを集めてですね、その地域地域の市議会なり町議会なり区議会なり県議会なり等々に自分たちの代表を送り込んで、で、あるいは村長とか町長とか市長とか 県知事の市長に自分たちの代表を送り込んで、そして最終的には国会で自分たちの革命派市民が多数派を握っていくという中で市民革命政権を樹立するということなんで、あくまでも平和革命なんですね。で、暴力革命って革命というと暴力革命というイメージが洗脳されて誘導されているんですけど、市民が暴力革命をしても絶対潰されるんですね。なぜかというと圧倒的な暴力を持っている装置である警察権力、機動隊がダメだと言ったら自衛隊、軍隊が出てるんですね。で、自衛隊がダメだと言ったら在日米軍が出てくるわけです。だから圧倒的な暴力装置である警察とか軍隊を相手にして暴力革命なんかできこないんですね。で、そうじゃなくて、あくまでも憲法で保障されている選挙制度に従って、賢明な覚醒した普通の市民が多数派を形成していくということで、市民革命というのを成就しているということなんですね。そして一国革命か世界革命かと、これはもう当然ながら世界革命なんですね。で、日本だけ一国革命したとしても、今は政治経済社会すべてが連動してますので、特に、日本あるいはアメリカあるいは EU イギリス等々の GDP の全世界毎年5000兆円の GDP のおそらく 70% 以上を稼ぎ出している、いわゆる日本と EU とアメリカで生活している普通の市民たちが市民革命に決起して各国で市民革命政権を樹立するということが絶対必要なんですね。なぜならば、いわゆる現在の支配と搾取の構造の源泉である金融支配あるいは政治支配宗教支配官僚支配あるいは企業支配等々の源泉というのは日本アメリカあるいは EU の先進国にあるわけです。そこがそこの源泉が解体されるということになればですね、全世界のいわゆる支配と搾取の構造基本構造がなくなるわけですよね。そして市民革命政権樹立の方法ということは、まあ、先ほど言いましたように私が提案しているのは全国津々浦々に、1人でも2人でも3人でも4人でもいわゆる今の日本あるいは世界の支配と搾取の基本構造を勉強する市民たちが集まって、草の根勉強会あるいは家族勉強会をのネットワークを作っていると
そしてその活動を通じてその地域の議会あるいは地域の行政の長に自分たちの代表を送り込んでいくという草の根運動ですよね。それをベースにしてあくまでも合法的に平和的な手段で革命政権の樹立を担っていく。当然ながら各国との連携も必要になるんですね。というのが、まあ、私の主張する市民革命とは一体何だということの概略ですね。アオバ・ポーラさん、民主革命を起こそうと自民や公明などそこらへと言う、そうです。自民、いわゆる安倍事故ファシスト政権打倒なんですよ。今のスローガン市民革命政権樹立なんです。チカゴさん、世界の中央銀行地方発行権が民間銀行に生かさなかった。FRB がまさに 100% ロシア領の民間銀行であるということをアメリカ国民はおそらく知らないんですよね。知ってる人もいるけど、大部分のアメリカ国民、半数以上は FRB という連邦準備制度理事会って連邦っていう名前が書いてあるから、政府が所有する政府の中央銀行だというふうに思ってる人がまだ多数派だと思いますけど、実は違うんですね。あれは完全にでっち上げたロスチャイドの銀行家たちがアメリカに自分たちの 100% 支配する銀行をでっち上げたんですよ、1913年に。そして中央銀行というとまずいから連邦準備制度理事会という連邦という名前をつけたんですね。それでみんな騙されて、あたかも連邦政府がやってんじゃないかという偽装 100% 民間銀行、そこが世界基軸通貨ドルを自分たち好きなだけすりにすって、で仲間の民間銀行金融機関に流しているということが今でも行われているんですよ。日銀もそうですよ。クーデターではいけないけど、クーデターでも結局武力ですから、クーデターですぐ鎮圧されますよ。無駄ですよ。犠牲があまりにも大きいということは、あくまでも選挙を、選挙制度を利用した合法的な多数派工作という運動をしなくちゃいけないんですね。日本に民主革命を起こそうと右翼が勃発しようが構わないという、まさにそうです。アメリカの AFLCアフルは強力だが、モンプル主義に徹しマフィアとも協調、日本の連合はもはや経団連の代表、あ、これ労働組合か、 AFLCIO 労働組合の本部を忘れたから、もう完全に買収されてるんですよね。でそれはもう中曽根の時のいわゆる国労民営化っていうのが、いわゆる総評を解体する、総評の中で一番先頭的な国労を解体するために民営化したんって本人が言ってるんですよね。で見事総評が解体され、国労が解体され、すべて連合という経団連とつるんだ労働貴族が支配する御用組合になっちゃったということなんですね。共産党宣言の目的、公有財産となった多民族のあらゆる私有財産は公有財産を管理するユダヤ人の支配下に、共産党宣言に隠されているんです。これなんですね、まさに。だからマルクスっていうのは親父がユダヤ教のラビーですから、宗教指導者ですから、典型的なユダヤ人ですよ。それで最大のおかしいところは、資本論の中にお金がどういうふうに生まれるのか、あるいは銀行の役割、あるいは信用創造、あるいは信用創造特権、これ一切言われてないですね。商品から始まってるんですね。商品じゃねえだろうと、金融だろうと、お金だろうと。マルクスさん、中さん、反面その地位を狙う輩も多いことでしょうと。中さん、
己の意のままに切り出す物体に群がり、むさぼり、仰いでくるものどもを足毛にしたり、意のままに使う。しかもその相手が国や世界の大半の支配者というのは、さぞかし麻薬並みの快楽なんですよね。いや、でも、彼らは快楽とともに、要するに自分たちの支配と搾取の構造を維持するためには、膨大なコストと人を騙す、あるいは人を殺す、戦争を仕掛ける、等々の膨大な手間暇、コストがかかると。なぜならば、自分たちの言ってることの正当性がないから、結局、大体、できるだけ多くの国民を騙すと、あるいは脅かすと、あるいは買収するという、ものすごいエネルギーとコストがかかるんですよね。だから僕らが外から見てるほど、彼ら地球支配階層というのを書いてるというのは、楽じゃないと思いますね。非常に、様々な問題を抱えて、で、膨大な、金を取ってるんですけど、それ以上の金が必要だと。この支配と搾取の体制を維持するためには。だから、アヒルの、なんていうの、アヒルがスイスイとね、優雅に泳いでますけど、その下ではアヒルが懸命に足かきしてるというああいうことじゃないですかね。シカゴさん、国鉄分割民営化で国鉄労働組合を崩壊させるかな。長曽根が自民自ら言ってるんですよ。だからキリスト教でさえ貧しい方に与えなさいというのに、騙されて、コーラさん、騙されて私は国を裏切ったと。ウィルソンですね。吉行さん、死の間際に友人に連邦準備法を大統領の時に成立させたことについて語ったことか。もう遅いよ。大罪を犯したんですね、彼はね。連合が経団に買われたんだということ。エドワード・グリフィンの資本家の陰謀、すべてここにあると。マネーを生み出す怪物、連邦準備制度という壮大な詐欺システム。そういうことですよね。ファシストだと、安倍政権に対して打倒、安倍から日本を取り戻そうという意味ですね。戦闘的ですね。青葉ポーラさん。シカゴさん、イカサマ経済の根源を無視と。ピケティ21世紀の資本は通貨発行権と信用創造特権を問題にしないため、抜本的な問題解決はならない。まさにすべてです。天野元康さん、ブログ。から天野元康さん、国に通貨発行権があれば、借金はない。そういうことです。だから、例えば毎年40兆の財源がないということになれば、国債発行して、赤字国債40兆の国債をすべて、メガバンクをはじめる金融機関に引き受けさせ、で、年間ですね、税金で24兆円の国債費っていうのを払ったんです。そのうち9兆円が、銀行に対する利子ですよ。だからなぜ、日銀から無利子で、40兆、紙切れ1枚でいいんですよ。40兆の融資を受ければ政府がいいわけじゃないですか。それをなぜ回り回って、国債を発行して、それを民間銀行に全て、引き受けさせ、民間銀行に毎年24兆円の元本の返済と利払いをしてるんです。それはもうロシアで国際金融マフィアの彼らに、銀行家たちに利益を回すためなんですね。シカゴさん、下記動画削除されました。そうなんだ。で、労働組合は崩壊させるようなって。中曽根っていうのは彼、自慢話するんで、こういうこと言ってるんですよね。大っぴらにね。同志頑張ろうということですね。いいね。ファシストだと、神楽坂さん、安倍政権体制だと、安倍から日本を取り戻そうというスローガンですね。ということで、今日のメインテーマはそういうことです。まあ、おいおいですね、まとめていきたいと思いますね。で、今日のトピックスですね。これはなかなかいいですね。韓国の東亜日報、日本語版で、少ない得票で勝つ米大統領選、選挙人団
勝者総取り方式に疑問の声という、まあ、まともな記事を韓国 の、 あの大手マスコミは書くんですね。日本はどこも書かないですよ。選挙人、総取り自体がおかしいんだと。これは東亜日報、これぜひ、国民は民主党候補ヒラリー・クリントンにより多く投票したにもかかわらず、共和党ドナルド・トランプ70が大統領になった、こんなことがあっていいのかと。そうですね。例の、 10.28 リーク謀略に関しては書いてないですけど、そこまで書けばすごいですけどね。これが少ない投票で勝つ米大統領選挙、総取り方式に疑問の声と。こんなの何が民主国家だと、民主主義のお手本国家だと、ふざけんなというね。中曽根は悪のくせに口が軽い。そうだね、口が軽い。要するに自慢話がしたいんですよ。日本の大手マスコミはほとんど全部生蔵ばかりという、そういうことですね。これはいい。からパク・クネ大統領を共犯と認定と、韓国検察、影の実力者と側近を起訴。これはハフィントンポストですね。だからパク・クネ大統領は共犯だということですね。ここまでやるんですね。日本の検察は、まあ、こんなこと、絶対できないです。やらないし。で、なぜ韓国の検察はここまでやるかというと、韓国には、憲法裁判所があるからです。憲法裁判所があるから、最終的には憲法裁判所が憲法にのっとって、あらゆる法律、あらゆる命令、あらゆる処分を、法廷、合憲か違憲かを審査するという場所がちゃんとあるんですね。日本はないんですよ、憲法裁判所。あるのは最高裁、歴代自民党政権の憲法違反、憲法無視、憲法破壊を容認してきた、黙認してきた。これですね、東亜日報。カルト宗教が第三次世界大戦推進、毎晩声を上げて安倍首相のオカルト行動を昭恵夫人が証言。これ何、これな、蛍光塾って言うんですか、いわゆる線香か、オーロラ、いや、池口警官のお告げ、政治が今もリテラですね。特に毎日、読売朝日や各社とも政府呼び出しのという、大田さん。ね、確かに支配層には、凡人には計り知れぬ水面下の動き、足掻きがあり、下手をすると元本割れがあるのかもしれませんね。ちなみに、アメリカの海に近い現存する国はどこでしょうかと。私の理想に近い。だからドイツがやはり憲法裁判所があって、まともなドイツ基本法という憲法、その第一条が、人間の尊厳は最大の価値であり、その人間の尊厳、最大の価値を擁護するために、国家権力は存在するんだと、働かなきゃいけないというのを憲法第一条に掲げている。そして抵抗権、革命権も認めていると、こういうドイツですよね。同じようなファシズムの侵略戦争の過去があって、その過去に向き合った国と向き合わないで、そのまま温存して、その牙に現在、安倍晋三というとんでもないやつらが牙を向いていると。
いうことで、ファシスト独裁を許している日本、その差が、顕著になってますよね。だから、まあ、ドイツが一つの、まあ、理想といいんじゃないけど、憲法裁判所を持っていると。でドイツの連邦憲法裁判所というのは今まで500件以上の憲法違反を判決を出したんですよ。日本はゼロですよ。でせいぜい出しても一票の格差は、違憲状態だと。憲法違反とは絶対言わないんですよ。違憲状態だということで、わけのわからないことを言っているとこういう日本と違いますよね。500件以上の憲法違反判決を出している国ということでしょうね。それとあとイタリアにある3万人ぐらいしかいない、何でしたっけ、小さな共和国、世界一小さい共和国って面白いですね。それね、あの大統領が2人いるとかね、何だっけ、世界一小さな共和国、あそこのいわゆる主権在民のあり方は面白いですね。そうですよ、本来は憲法裁判所を持つべきなんですよ。アメリカと日本が表向きは民主主義主権在民ですけど、全く憲法が守られない、違憲状態、無法状態になっているというのは憲法裁判所が両方ともないからですよ。バチカンじゃないです。あ、サンマリノです。そうそうそう。サンマリノ。人口3万人。この国は面白いですよ。大統領が2人いて、なぜ2人かというと、1人だと独裁になっちゃうということで、すでに監視し合う。それで6ヶ月交代で、で、大臣とか大統領っていうのは無給なんですよね。タクシーのうんちゃんとかなんかがやってますね。それとあと、裁判官が3万人ですから、裁判官のほとんどがイタリア人、外国人なんですね。自国のサンマリノの人間が裁判すると必ず人口の小さいところですから親戚とかですね、友人関係ができるんで裁判が偏っちゃうということで、外国人が裁判を行うと、中立的に。それから軍隊がないんですね。それとあと、まあ、サンマリノっていうのは中立国だったんで、例 の, イタリアがファシスト、ナチスと日本と三国同盟で、連合国に空爆されたということで、イタリア人が逃げてきたんですね、サンマリノに。で彼らも戦争中ですから物資がないと、食料がないと、中でも10万人とか自分たちの人口の10倍ぐらいの人、イタリア人をかくまったんですね。食料を与えて。そういう、歴史を持ってですね。だから一度サンマリノに行ってみたいなと。だから、青葉ポーラさんってサンマリノ知ってんじゃないですかね。主権在、在韓霞が関の、ローパンシャプシャの官僚のナスが守っているものですね。シカオさん、違憲選挙で選ばれた安倍違憲政権がその憲法を改悪する茶番と、憲法裁判所はないわけです。そうですね。ハンギョレ新聞ですね。日本にはない憲法裁判所。だから、韓国の憲法裁判所っていうのは、韓国の国民が民主化闘争の中で勝ち取ったんですよね。自然に与えられたんじゃないですよ。勝ち取ったのは軍事政権の過酷な弾圧をはねのけて、憲法裁判所だから今でもパククネの国家犯罪に対して、検察がそこまで、共犯であるというふうに起訴状に書くほど徹底追及できて、国民もそのことを支持するわけですよね。憲法裁判所があるところと、ドイツ、フランス、イタリア、豪州、韓国、スペイン、タイ、チェコ、ハンガリー、ベルギー、ロシア、台湾と。中佐、サンマリノは大統領職まで独禁法が適用されているんですかと。
要するにそういうことですよ。一人だと独裁になるということは、徹底的に独裁、民主制を敷くために、常に、権力を分散させるというのが彼らの基本的な考えなんですよね。正しいですよね。シカゴさん、憲法第76条2項、特別裁判所を設置できないと。これはそうです。憲法裁判所を設置できないという時限爆弾を仕掛けてるんですよね。でも6ヶ月しか大統領、サンマリノの大統領ってのは6ヶ月なの、6ヶ月交代なんですね。ということです。それと、これはハフィントンポストの記事、これを URL。パク・クネンが例のフィヨル号の沈没の時に7時間連絡取れなかったという謎があったんですけど、韓国のいわゆるニュース専門テレビが暴露したんですね。彼女は美容整形してた、その時だから7時間連絡取れなかったという。すごいですね。よくやるよね。だからパククレイの顔っていうのは本当そうですよね。年の割にはシワがほとんどなくて、美容整形をちゃんとしてるというような顔してますよね。日銀リークと大蔵省接待、ノーパンシャクシャク、官僚7人、大蔵4人、そうですね。日銀があれですよ。日銀法の改正のために、反対している大蔵省を潰すためにリークしたんですよね、日銀が。から3番目、サルコジ、フランス大統領選レースから脱落と。当然でしょう。あんな権力犯罪者、いろんなとこから金をむしり取ってきたと。リビアのカダフィから選挙資金を寄付されてたんですね。で結局カダフィを殺したでしょ。整形でしょ。なんだっけ。サルコジ。親子2代の歌手って日本は 3代目ね。でも田臥マフィアからすればすごいですよ。伊藤博文からまで遡りますんで、田臥の人脈、パククネ、そしてメルケル首相4期目、かなり頑張りますね彼女ね。4期目ですから、メルケルが頑張れるっていうのはやはりあれですよ。憲法裁判所があると。だから立派な、連邦を、憲法がある、ドイツ憲法があるってことですよ。だからああいう政治家が登場できるんですよ。だって日本の安倍なんていうのは日本国憲法を、花から読んでないし、理解してないし、否定してるんでしょ。そんなのがなんで、国会議員になれんの、なんで首相になれんのということですよね。国の最高法規である憲法を花から否定している人物がなぜ国会議員になれちゃうのか。そして自民党っていうのもそうなんですね。花から改正を言ってる政党ですから、そんな政党がなんで70年以上政権を独占できてるの。社会の七不思議ですよね。パク・クネ大統領、後半と認定ですね、シカゴさん。そうですね。ノーバさん、整形してた。それと、メルケルさん。そして、トランプブランド苦戦、ホテルやアパレルなんて言って、トランプのブランド名を冠したホテルとか、あれがみんな、名前を返上した。
憲法を蹴り飛ばした男、それが安倍だねという野先生です。自民党っていうのはそうなんですよ。最初から岸信介が作った CIA が作った外国政党ですから、日本国憲法を否定するっていうのは彼らの党の理念なんですね。でそんなのがなんで70年間も日本の政治を独占してたのということですよね。それはなぜかというと、例の、首相が衆議院の解散権を持ってんだという大嘘ついて、憲法違反の衆議院を自分たちの都合のいい時に解散して総選挙して、政権与党のあらゆる権力と利権と特権を使って、政権選挙に当然なら勝つわけですよね。だから自民党は2度の例外を除いてずっと日本の政治を牛耳ってきたと。だから今日の重要情報、情報操作に失敗したと考えたのか、オバマ大統領は言論統制の強化を主張、大手メディアも同調ですと、桜井ジャーナルさん。とんでもないね、オバマ。あと2ヶ月ぐらいしか在任任期がないのに、余計なことすんなと。いうことですよね。それと今日の注目情報、左翼雑誌と攻撃を受けてもひるまなかった通販生活に感動、その反骨の歴史を改めて振り返る編集部で、これリテラ、これいいですね。 通販生活、戦争まっぴらごめん、原発まっぴらごめん、言論圧力まっぴらごめん、沖縄差別まっぴらごめん、こんなまっぴらを左翼だとおっしゃるなら左翼で結構ですというこれ通販カタログ11月15日発売の通販販売、カタログ雑誌通販生活カタログハウス2016年冬号にこういうふうに書かれているということで、これは読者に向けた強烈なメッセージだという、頑張ってますね。皆さんで応援しましょう。通販生活、ということです。これ、リーダーです。GHQ の反共の防波堤として先鋒を集めて伝えたのは政党、自民党。そういうことでしょう。アメリカも終わりかなと。アメリカももうそろそろ終わらせないとダメですね。ということで、今日の放送はこれで終わりですね。通販生活イコール真の保守、サルコジ脱落ということですね。まあ、当然でしょう。98分なんだ。1時間半以上、今日は待ってたんですね。閲覧76名様、計254名様、コメント163件と、すごいですね。たくさんのコメントと、からコンティニューコインと、お茶ですね。ありがとうございます。衆参3番に乗って、国会社、会社組って感じがします。衝撃です。3番にの、ぜひ、あれです。研究してください。面白いです。3万人ぐらいですから、完全な民主主義までいかないですけど、相当な主権在民民主主義の政治システムを取ってるんですね。アキラ・フォン・フランズベルクさんですね。お疲れ様でした。勉強になりましたってことですね。ということで、今日の火曜日、月曜日か。月曜日の放送はこれで終わりです。明日火曜日ですので、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。今日の放送、これで終わりです。